まで独占生放送2時間です。さあそして、帰国後初テレビという ね中田選手に、はい、まあ長かったんでね、やっと終わってもう練習はなくて済むんでよかったです。いやさすがもういいですね中田さんは、なんか僕は昔の自分を見てるよ。共通点を感じられますか。こう、の場合はフォワードにパスを出す側ではありますけれども、はい、出しやすい選手と出しにくい選手っていると思うんですよ、はい、中山さんはどうですか。よくわからない動きするんでね、なんとも言えませんね。予測がつかない。いい意味でも悪い意味でもね、予測がつかない選手っていうのはキャプテンからしたらどうですか。いや僕はもう大学の時からずっと一緒なんで、昔から何も変わってないですけどね。昔からこの中ででは一番若い、はい、選手の VTR をがっくりうなだれてる方が一人いらっしゃいますけれども、中田選手 TBS 秘蔵の独占映像を交えて VTR を作ってみました。ご覧ください。独占です。フィールドの宇宙人中田英寿。どっから来たんですか。どうですかご覧になって今。古いのはやめてほしいですね。いやでも昔結構喋ってたじゃないですか中田さん、あれは騙されましたね。いやでもなんか着実に自分の夢を叶いつつあるっていう感じですけどね。そうでもないですよ。いやいやもう二十歳とは思えない本当落ち着きですよね。ピッチの上ではイハラって呼び捨てはご自身としてはいいんですか。キャプテンとしては全然問題ないです。いつも言われてます。いつも言われてそう、まあもうピッチ上がってしまえばね年齢は関係ないですからね、はい、そこでまあいう中でねイハラさんっていうのもねそんなまだらっこしいこと知らないですからね。確かにね。シューズ一番後ろで全ての選手の背中を見つめている川口さんは、川口さん、中田さんの中田さんの存在感を感じるときってのはどういうときですか。ヒデ、いやあの一番彼がいて助かるときはあのボールキャッチしたときにあのすぐにその僕が出しやすいコースに走ってくる、あの攻撃の、まあ、第一歩としてものすごくやりやすいです。ということですが、ありがとうございます。なんか不思議な感じですねこの2人もね。いやもうフィールドの宇宙人っていうタイトルがですね、と思われたかもしれないですけど、だもう右を見ながらもう左にちゃんとパスを出したり、はい、もう走っていきながらもう全てが見えてるように見えるんですよこちらとしてはね。全然見えてないですよ。え、あれは勘だけなんですか。じゃあボールの出す方向とかは勘で出す時も結構あります。ああそうなんですか。だいたい見えてるんですよ。それで周りの選手が動かないと彼はなぜそこへ来ないんだっていうふうにね、それでグラウンドでそういうことを指示したりしますからね。すごいプレイヤーです。かなりこうキョロキョロしてらっしゃいますよね。してますよね。先ほどのあの最後のドリブル持ってったシーンでもあれをドリブルをしながら周りを見て相手が来てるかとかその周りの選手の動きとか絶対確認してますからね。でもあれたまたまゴールキーパーに阻まれて最後には岡野君が決めましたけど、あそこではもう自分が決めてやろうってやっぱ思ってました。まあ入んないと思いましたけどね。でもあんまりそういえばねゴールシュートは放つんだけれどもゴールっていう風にあんまり結びついてないんですね今まで。そうですね。ポストとか多いですから。ポストね、そうな惜しいプレーがね非常に多いですよね。さあそれではお話し中失礼いたしますが、はい、こちらご覧いただきたいと思います、はい、こちらですね日本対イランの結果を報じたフランスのスポーツ紙レキップの記事です。この一番上の大きい見出しですね、直訳すると日本チームはこれしかなかった、まあ多分崖っぷちからの勝利というような雰囲気のタイトルだと思います、とにかく日本代表を絶賛した内容であることはもうご覧になればわかると思いますが、特に注目していただきたいのはこちらの右下の囲み記事ですね、見出しは中田は最も輝いていた。内容はですね、20歳というチーム最年少ながら彼は日本代表になくてはならない存在となっていった、パズルのように複雑で入り組んだ選手の間から見事にボールを出すという才能に恵まれ、今回の試合でも5回ゴールを狙った。マイクの前での態度は至ってクールだが、その試合を見極めるという感覚には人一倍輝かしいものがあると、もうとにかく褒めちぎっているわけですよね。もう日本だけじゃなくワールドカップが開催されるフランスもそして世界中が注目していると。さあどうですか中田選手、フランスでこういうスポーツ紙に載ったということは。興味ないですね。でもステップにはなると思いますね。やっぱり世界が見てる見られる立場になっている。まあでも実感が湧かないんでね、あんまり
でも実感が湧きそうなのはもしかしたらその世界選抜チームに選ばれましたよね。あの時に実際グラウンドに立って世界の選手とプレーを一緒にできる時にまた違う意味で感じるんじゃないですか。だといいですけど、でもなんとなく僕なんか見てて拝見しててやっぱその中田さんが出すパス一番ジョーさんとこう気が合ってたように思うんですよ。まあやっぱりオリンピックはずっとやってますし、まあその点はすごいジョーも気を使ってやってくれてるんで。まあこの後はですね、一旦コマーシャル挟みまして、中田選手そしてお隣のジョー選手の不思議な関係に迫りたいと思います。この番組は長屋梅酒とご覧のスポンサーの提供でお送りします。さあペナルティーエリアヒールで流す中田のシュート、左足ジョーのヒールパスに中田が走り込む。1点を追う展開ながら若い2人にプレッシャーはない。笑顔で声をかけ合う。去年3月のアトランタオリンピックアジア最終予選、2人はマレーシアで戦い続けた。そして28年ぶりのオリンピック出場、修羅場をくぐり抜けてきた。舞台はあの時と同じマレーシア。日本はジョーにボールを集め同点を狙う。決まらぬゴール。しかしジョーに焦りはなかった。すごい監督は冷静に分析をしてて、どんどん動き回って、それでやっぱりゴール前に飛び込んでいくっていう指示をもらったんで。そしてついにその瞬間はやってきた。直したいですよこれ。クロスボール、決まった。世界の同点ゴールは実に2ヶ月ぶりのゴール。それはアトランタの戦友中田のアシストによるものであった。ワールドカップをかけた大一番は延長戦へ。ニアサイド、ジョーとゴールキーパーがぶつかっているがどうか。ジョーとゴールキーパーが激しい衝突にジョーは倒れ込んだまま。もう選手の交代はできない。しかしジョーは立ち上がった。のシーンと、まあ、起きましたけど、でもそんなことは言ってられないですからね。本当死んででもやっぱり勝たなきゃいけないってやっぱり思ってましたから。朦朧としたジョーに中田が近寄り何かを語りかけた。全く覚えてないですね。もうどっかなんか寝てたかのようにね、全然何も思えなかったですし、恥ずかしいですけどね。でも何を本当に覚えてないっていう状況ですよね。そういうのに全く関心がなさそうなのが中田さんなんですけど、なんかあるんですか？弦を担ぐこととか。ないです。いつも持っているものとか。ないです。どうも期待通りのお答えありがとうございました。なんかいつもペンダントつけてる。ああね。でもカザフスタン戦の前は外させられましたけど。あ、でも大概ずっとつけてらっしゃる。そうですね。お守り。いや、特別そういうことじゃないです。なんだクールだよ。クールすぎるよ、中チン。もう帰っていいよ、帰っていいよ、帰っていいよ。ヘディングしようぜ、ヘディング。お前実際ヘディング強いんだよ。俺だけが知ってんだよ。ジョーさんが中山選手のこと言ってましたけど、いつもこんななんですね、やっぱり代表チームの時も。いつもこんなんですね。いつもこんなんですか。まあこの後もですね。いや早速ですが岡野さん、どうでした？はい、今自分の VTR ご覧になられてました。はい、あそこも再三再四あのシュートが入らなかったじゃないですか。特に1対1で、はい、打たずに中田さんにパスしましたよね、あの時は。いや、もうあの時はもう出る前からちょっとビビってて、はい、シュート打つの怖かったです。あ、怖かった、はい、もうでもね、矢田さんなんかだとなぜ打たないっていう気持ちじゃなかったですか？っていうかね、結構チャンスあったんで、はい、決めてくれ決めてくれっていうか、そういう祈り続けてましたけどね、はい、でも最後には決めていただきましたよね。なんか中田さんは何かこうお話をしたんですか、あの後に。ゲームの後ですか、
してないですね全然してないでもあの延長のこう間と間の時にずっとあのこう肩に手を回してませんでした、背中触ってませんでした、岡野さん。いや、ずっと岡野に出てほしかったんで、うん、まあ、それでやっと出てくれたんで、うん、やっと出て、そしてチャンスを与えて、まあ、最後に点取ってくれたんでね、非常に嬉しかったですけど岡野さん、ゲット。今でこそ大ブームの中田だが、一昨年のスーパーサッカー生出演、この頃はまだ初々しかった。恥ずかしい本当に年齢がごまかしてない、え、ちょっとだけそして本当にリラックスしてできたんで、まあ、また機会があったら出たいと思います。で、この後インタビューをお願いしたんだけど、その最中にできませんね、先のことは僕は何も言わないんで、いつも10が。あれ、聞こえないよ、もしもし、もしもし、すいません、マイクつけてなかった、もう一回マイク外されちゃってたみたいな、取っちゃいけないですかなんだ悪いのはこっち、ごめんなさい。若干20歳にして日本代表を掌握してしまった中田、日本の大黒柱ですから、頭同様プレーも目立ってますからね。あ、頭もさ控えめなんで誰が一番言うこと聞きそうなの。いや、みんな話聞いてくれますよ、ちゃんと自分のさ思った通りのパスコースに前の選手がついてきてる、うん、まあそれはまだまだだと思いますそれもお互い様だと思いますよ。やりやすい相手とかさ、ナナミなんかは、うん、パス交換も多いと思うし、試合し確実に成長してる彼と言われるのは非常に日本にとってもプラスになると思うし、僕個人としてもね、いろいろ勉強になると思う。あいつ自身も別に堂々としてますし、もうセリエ見ててもね、調子いいことは分かってますから、走ってれば出てきますしね。永田君にも同じようにそういうプランとしての役割も与えられるだろうし、彼に対する違った期待もあるでしょうし、戦う相手は感じる線だ。